ミチュコとミゲルペレスクエスタはスペインオビエド出身の同国代表にも選出された元サッカー選手。ポジションはフォワードミッドフィールダー。アステリアス州オビエド生まれ。地元のレアルオビエドの下部組織で育ち2003から04シーズンテルセーラディビシオンに在籍していたトップチームで初出場を果たした2007年夏。 セグンダ・ディビジオン B のセルタで B5B に移籍。2007から08シーズン中頃、セグンダ・ディビジオンに在籍していたトップチームに招集され、シーズン終盤にはレギュラーに定着した。2010年1月中旬、バーミンガムして FC に移籍したミチェルの後釜を探していたスポルティングで基本への移籍が取り沙汰されたが、道は結局セルタに残留した。 2009から10シーズンと2010から11シーズンは、それぞれ6得点した。2010から11シーズンのリーグ戦はプリメーラ、リビシオン昇格プレイオフ出場圏内の6位で終え、プレイオフでは、グラナダ CF と対戦。ホームでのファーストレグでは、試合唯一の得点を決めたが、セカンドレグでは、PK 戦で PK を外し、昇格の夢はついた。 セルタとの契約が満了したため、2011年7月27日、プリメーラディビシオンに昇格したばかりのラージョバ・バジェカーノと2年契約を結んだ。8月28日のアスレティック・ビルバオ戦でデビュー。移籍後は得点力が格段に向上し、レアル・ソシエダ戦やラシン・サンタンデール戦や c a オ・サスナ戦で1試合に得点を達成し、 結果的に優勝した、レアルマドリード戦でも得点するなど、ミッドフィールダーとしては、リーグサイトの16得点をマークして、残留の立役者となった。2012年7月20日、プレミアリーグのスウォンジーシティ AFC と3年契約を交わした。遺跡金は200万ポンド。スウンジは、ギルフィッシュグルズソンを放出しており、 4から2から3から1フォーメーションのトップ下を務められる選手を探していた。背番号9を与えられ、フォワードのポジションでもプレーした。8月18日のクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦で、プレミアリーグデビューし、移籍後初得点を含む2得点を挙げるとともに、スコット・シンクレアの得点をアシスト。試合後には、2得点1アシストを記録したデビュー戦を、 信じられないと語った。8月25日のウエストハムユナイテッド FC 戦でも得点して、得点ランキングの首位を維持し、翌節のサンダーランド AFC 戦でも得点した。12月1日にエミレーツスタジアムで行われたアーセナル FC 戦では2得点を挙げ、スウォンジーを7位に押し上げた。2014年7月、SSC ナポリへのレンタル移籍が決定。 しかし足首の負傷に悩まされ、セリエ A でのプレイは147分間に止まり1、シーズンでレンタルバックすると2015年11月9日に、スウォンジーとの契約を解除した。翌日、故郷アストリアスのクラブでありてるセーラ所属のアップ、ラングレオニカ入試、自身の兄による指揮のもとプレーすることとなった。翌シーズンよりフルスでありフェルナンド・イエロが指揮を取る、オビエドへ、 約10年ぶりに復帰した。2017年7月、現役引退を表明した。スポークスマンは引退の理由として、スウォンジー時代から悩まされ続けた右足首の負傷の状態が限界まで来ていたと発表し、今後は指導者の道を目指していくとしている。ダビド・ビジャの負傷離脱を受け、2013年10月に、スペイン代表に初招集され、15日に行われた2014。 FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のベラルーシ代表戦で代表初出場を果たした。ありがとうございます。